1500メートル予選で田中希実が審判の救済で準決勝進出。ラスト1周で接触によりバランスを崩した田中はルールブックの妨害行為規定に基づき次のラウンドへの出場が認められた。田中は明日敗者復活だと思っていたと涙を流したが、明日は楽しみ尽くしたいと前向きな意欲を示した。平和記念式典に初めて参加した織出牧雄さん92は、寝坊したことで原爆から助かったことを胸に刻んできた。同学年の生徒136人を失い生き残ったことを彼らの思いを伝えるためと証言を続けている。織出さんは79年前の朝汽車に乗り遅れたことで爆心地から離れており、広島市内で被爆していたら自身も失われていただろう。お笑い芸人のですよさんがタレントのフワちゃんにちゃんと謝った方がいいと SNS で発言。 SNS では怒声論、大人な対応と称賛の声が上がった。この発言はフワちゃんが別のお笑い芸人やす子さんに不適切な投稿をしたことに関連する。フワちゃんはその後謝罪しており、パーソナリティを務めるラジオ番組の放送も休止となった。